時刻は6時半です。沢田研二最新ニュースのお時間です。メモジュリニュース1830、沢田研二さんの来年2025年の全国ツアーのニュースが入ってきました。本日はそちらについてご紹介させていただきたいと思います。まずはツアータイトルです。沢田研二ライブ2025、霜柱と狼狽の森というツアータイトル名になっております。そしてライブスケジュールですけども、現在先行して10公演が発表となっております。ずらりとご紹介していきたいと思います。まずはツアーの初日はなんと大阪からスタートです。会場は大阪フェスティバルホールです。日時は1月17日金曜日、会場時間は16時、開演は17時となっております。次は愛知です。会場はニテラ日本特殊陶業市民会館フォレストホール。日時は1月21日火曜日、会場時間は17時、開演は18時となっております。次は東京です。会場は LINE キューブ渋谷でございます。日時は1月23日木曜日、会場時間は16時30分、開演は17時30分となっております。次は神奈川公演です。会場は神奈川県民ホール大ホールです。日時は2月3日月曜日、会場時間は17時、開演時間は18時。そして 2days 目は4日火曜日、会場時間は16時、開演時間は17時となっております。次は栃木です。ジュリーが栃木にやってきます。会場は栃木県総合文化センターメインホールです。日時は2月16日日曜日、会場時間は15時、開演時間は16時となっております。岡山です。会場は倉敷市民会館。日時は2月22日土曜日、会場時間は15時30分、開演は16時30分となっております。次は福岡です。会場は福岡市民会館大ホール。日時は2月23日日曜日です。会場時間は15時30分、開演は16時30分となっております。宮城です。会場は仙台銀行ホールイズミティ21大ホールとなっております。日時は3月1日土曜日、会場時間は16時、開演は17時となっております。ラストは岩手です。ジュリーが岩手にやってきます。会場は盛岡市民文化ホールマリオス大ホール。日時は3月2日日曜日、会場時間は16時、開演は17時となっております。チケット代金は全席指定の8800円となっております。今年のツアーと同料金となっております。先ほどご紹介した大阪のフェスティバルホールのみバルコニーボックス席の販売もございます。こちらは8800円、2枚単位の合計 17,600 円での発売となりますのでご注意ください。そしてこちらのツアーの先行抽選受付なんですけども、なんと明日からスタートとなっております。プレイガイドはチケットピアになります。先行抽選受付期間は明日の9月10日火曜日お昼12時からスタート、そして9月23日月曜日祝日の23時59分夜の11時59分までの受付期間となっております。売り切れ続出のジュリーのライブとなっているだけに、こちらの先行抽選をお見逃しなく、こちらの動画の概要欄にチケットピアの URL をつけております。よろしければそちらからサイトへ向かってください。そして今回他にも沢田研二さんのビッグなニュースが入ってきているんですけども、まずはバックバンドがガラリと新しいメンバーに変わるということなんですね。そして長年ジュリーと共に歩んできました相棒柴山和彦さんのニュースも入ってきております。詳しくは明日のレモジュリーニュース1830でこちらのニュースはご紹介させていただきたいと思います。新しいメンバーはどういう方々なのか、そして柴山和彦さんは…というニュースもご紹介させていただきたいと思いますので、明日もぜひこの時間に当チャンネルチェックしていただけたらなと思います。こちらの情報は2024年9月9日月曜日 AM0 時確認の情報となります。情報の変更などございましたらご了承ください。当 YouTube チャンネルでは不定期夜6時半にジュリー沢田研二さんの最新ニュースを中心に配信しております。よろしければチャンネル登録高評価の方をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。しぎれもんでした。